プロデューサーさん、この衣装とっても可愛いですね。早く着てみたいです。プロデューサーさんも楽しんでくれてますか？手作りのウェルカムパーティー。私たちからプロデューサーさんへの感謝の気持ちも込めてのパーティーですからね。これからもずーっとそばにいて楽しく過ごせたらなって思ってます。あ、みんなでって意味ですよ。今の私は一味違いますからね。具体的にですか？全体的に。はい、バッチリです。デザインもとっても可愛くて素敵ですよね。ありがとうございます。そうですよね、私頑張らないとダメですよね。なんていうか、この衣装って私用にデザインしてくれたんですよね。一人でそんなの着ちゃっていいのかなって。あ、もちろんプロデューサーさんには感謝してます。とっても嬉しいんですけど。どうしたんですか？そんな器用なことできませんよ。もうプロデューサーさんってば。とにかくそういうことなら、この衣装を着たステージで失敗なんて絶対できませんよね。よし、プロデューサーさん、今から特別レッスンお願いします。プロデューサーさん、今日の公演とっても良かったですよね。私まだ胸が熱くて。私だけじゃなかったんだ。はい、何度も思い出しちゃうと思います。実は今日ちょっと不安だったんです。シアターのみんなとのステージがどんな風になるのかなって、いろんな気持ちが混ざっちゃって。でも一緒にステージに立ったら、いつの間にか気持ちがつながった風に感じて。同じ気持ちですか？
緒に頑張ろうっていう気持ち。あのプロデューサーさん、シアターのみんなは今控室にいるんですよね。私会いたくて仕方なくなってきちゃってちょっと行ってきます。はい。あのプロデューサーさん、ありがとうございます。こんな素敵なシアターをプロデュースしてくれて、私本当に幸せ。